こんにちは、品川栄養士会の岩倉です。今回は低学年のお子様でも簡単に作れる野菜たっぷりカレー肉そぼろをご紹介します。包丁を使うところは大人の方がそばで手伝ってあげてください。では早速作っていきましょう。それではまず材料、お野菜の方をみじん切りにしていきたいと思います。まず玉ねぎで、みじん切りの簡単なやり方として、ここに切れ目を入れていきます。そんなに細かく薄くしなくていいので、ここで薄切りにしていってください。その時に根元のところを切らないようにしてください。でここで4分の1ぐらいです。まあ、大体これは見当をつけていただいて、そんなにきっちりじゃなくてもいいですので、大体4分の1ぐらいで、これをお皿に入れていきます。で次に人参です。人参は買った時に泥がついていなければもう1回洗って皮が剥いてありますので、この状態できれいに洗って使っていきます。最初に薄切りにしていきます。これもそんなに薄く切らなくても大丈夫です。でちょっと大きめなので外していただきまして、ちょっと今早くやってますけど、ゆっくりやってくださいね。この時は猫の手、ちょっと端っこは難しいんですけれども、こういうふうに猫の手でやるように。はい、してください。それで、今度は細かくしていきますので、横にしていただいて、この時も猫の手にしてください。ゆっくり切っていきます。はい、このようにいきました。はい、じゃあそれではこのように広げていただきまして、ラップなしで3分間レンジをかけていきます。ただしちょっと3分って長いので、途中焦げないように1回か2回見てあげてください。ピーマンはここの上のところをこう押していただいて、この真ん中を切っていただきます。そうすると種が出てきますので、これを出してください。でこちらのツルツルした方を切ると危ないですので、後ろの中の方を切ってください。ここから切ってください。これも滑るのでゆっくり切ってください。それでは次にお肉の方をやっていきたいと思います。ここにあります合いびき肉 100g です。これは4人分になりますので、ではここの鍋の中に油が入っております。ここにお肉を入れていきます。でお肉はちょっとこう広げておいていただいて、油になじむようにしておいてください。でそれで火をつけます。中火ぐらいで加熱していってください。でコツとしてはこの時に混ぜないように、全体に色が変わってくるようになったら混ぜるようにしてください。はい、ジュージュー言ってきました。そしたらちょっと混ぜていただいて構いません。でお肉の赤いところがなくなりましたら、一度火を止めてください。はい、そしたらレンジが3分終わりましたので、この時熱いので気をつけてください。でここに入れてしまいます。でこの時にお野菜全部入れてしまいますので、ピーマンもね入れてください。
そしたらここに火が止まっている鍋に入れてしまいます。味付けはこれだけですけれども、とても美味しいそぼろになりますので、ぜひ作ってみてください。でここで火をつけます。肉とお野菜にはもう火が通っておりますので、ここでソースがなくなるぐらいまで炒め合わせていただければ大丈夫です。この時も常に、まあ、焦げてはいけないんですけど、常に混ぜていると鍋の中の温度が下がりますので、ちょっとほっといてもいいと思います。ちょっとブツ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 してきます。はい、ほとんど水分がなくなりましたので、こんな感じで出来上がりになります。はい、ちょうどいい具合に炒め合わせてあります。で、これカップご飯に詰めていきたいので、一回出して冷ましていきます。はい、これで、カレー、野菜たっぷりカレー肉そぼろの出来上がりです。学年でもできる簡単ご飯に、ではこの肉そぼろを使ってカラフルカップご飯を作ります。そちらもご覧ください。